2019年の埼玉国際マラソン以来、4年ぶりにさいたま市で開かれる埼玉マラソンのコースなどの詳細が決まりました。さいたま市は今日、来年2月12日に行われるフルマラソン大会について、大会名を埼玉マラソンと発表しました。大会は市民ランナー向けで、年代や経験のレベルなど関係なく、誰もが参加できる大会をコンセプトに掲げています。フルマラソンのコースは、前回の埼玉国際マラソンと同様に、埼玉スーパーアリーナを出発し、越谷市で折り返しますが、ゴールが埼玉スーパーアリーナ前の道路からメインアリーナ内に変わりました。また、フルマラソン以外にも埼玉スーパーアリーナをメイン会場に、8キロや3キロなどの種目も行われます。フルマラソンの定員は新型コロナウイルスの感染対策などから前回の埼玉国際マラソンより2000人少ない1万4000人とし、来月20日に大会公式ウェブサイトで埼玉市民、越谷市民優先エントリーを、25日からはその他一般エントリーを先着順で受け付けます。